full of wonder in this town. Drums and gongs from far. Then, monster wooden car in front of me.半世紀以上前、この祭りは長らく途絶えていました。そして18年を経て復活する時、今度は二度と廃れないよう誰もが参加できる祭りを目指しました。性別など関係ありません。国籍も問いません。今では心強い祭り人です。未来につなげるための新しい形、開かれた祭りです。兵庫県西宮市宿川苦楽園エリア、桜名所百選にも選ばれる緑豊かなこの地域は閑静な住宅街です。この地域の象徴で、その昔神が降りたといわれる兜山、六甲山系には巨大な岩が至る所に点在し、古くから巨石信仰の文化がありました。東六甲山麓唯一の霊場、古式岩神社。天然記念物の森に囲まれ、本殿奥には10メートルを超える御神体の古式岩が鎮座しています。さまざまな準備作業に在住の外国人も積極的に参加します。これぐらいかな。だんじりの中で鐘や太鼓を鳴らすのは小学生のお囃子隊です。夏休み中、練習に没頭していたのはフィッシャーさんの長女マリナちゃん。この祭りでお囃子隊の隊長に抜擢されました。今回初めて妹のアリサちゃんも参加します。先生はどうですか？いろんなことを教えてくれます。ありがとうございます。ちなみに今まで教えてもらったことはたった一つです。何ですか？忘れました。以上です。忘れるなよ。小高い山にある古式岩神社、だんじりはここから降りてきます。令和4年秋祭り例大祭を再行いたします。静まります狼の高き尊き御名分。神を写した札をだんじりに結び、住宅街を練り歩きます。出発の合図はお囃子隊からです。おい、準備大丈夫か？頑張ります。はい、じゃあ出囃子、出囃子。チキチキチン、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 せーの。お囃子隊が乗っているのは白い法被の一番だんじりです。青い法被は二番だんじり青年会。重さ3トンのだんじりを動かします。雨で濡れた道をゆっくり進みます。
3年ぶりに古式岩に響く小気味の良い音色。地域の人にとっても心躍る季節が帰ってきました。時にはだんじりの行く手に幅ギリギリの道が立ちはだかります。こんな時、運行式の技術がものを言います。知識と経験をもとに笛で合図し、3トンのだんじりを絶妙にコントロールしていきます。青年会の運行式も負けていません。だんじりの癖は頭に叩き込んでこの日に臨みました。だんじり自体が右に向かって傾いて走る癖があるんで、勢いがついてしまった場合に一気に右に寄るんで結構ヒヤッとしますね。全員とアイコンタクト取りながら僕が笛とうちわの動きで指示を出して通り抜けていくっていうような形をとってます。祭りの起源は江戸時代天保2年の1831年、太鼓や笛、三味線に合わせ踊り歩いたのが始まりと言われています。長らく親しまれてきた祭りでしたが、1962年人手不足で祭りが途絶えてしまいました。18年後に復活をするとき、今度こそずっと続く祭りを目指しました。誰でも参加できて、アルコールも禁止。子どもたちにとっても秋は心躍る季節となりました。思い切り叩けるのですごく楽しいし、3年ぶりに開催できたことが嬉しいです。20年ほど前、初めて外国人が保存会に参加し、そこから輪が広がりました。肩からかけたタスキは責任者の証です。酒は終わったからね、はい、いい気持ちになりますよ。いい気分になります。みんな合わせるとなんとか動かせるから。Wave to the children and old people. Everybody loves it. 猫と犬も。祭りを支える原動力は婦人会の料理です。この祭りでしか食べられないカレーは祭りの名物になっています。カレー楽しみにしてるからっていう声を聞きましたので、愛情込めて作りたいと思います。前日の晩から仕込みを始めています。だんじりの屋根に登ったのは、マリナちゃんのお母さん。娘の太鼓は音でわかるそうです。リトルトン・シェイマスさんは古式岩だんじり保存会初の外国人祭り人。今回は足の怪我で泣く泣く参加を断念しました。ありがとうございます。3年前で、マジで、もうね、地べた座ったら立てないです。
りでは毎回小学校の協力を得てだんじりの授業を行います。ここに3台のだんじりがありました。今は2台ですけど、子どもたちは巨大なだんじりを目の当たりにしながら地域の歴史を聞き、実際のだんじりにも触れます。いよいよ妹アリサちゃんの出番ですと思ったら、カメラにゴツン、柱で顔が見えなくなりました。今度は姉のマリナちゃんが動いた時、またもゴツン、あ、顔が見えました。園児たちにとって初めて見る巨大な動く木のおもちゃ。うるさいやら面白いやら大はしゃぎです。街の熱気とともに天気も回復、日差しが照りつけます。だんじりの中も蒸し暑さとの戦いです。しんどさと楽しさであっという間に初日が終わりました。2日目の夜、祭りのハイライト、だんじりの練り回しを見ようと大観衆が集まりました。街に響き渡る威勢の良い掛け声。勇壮で荒々しい祭りはこのあと宮入りをしてクライマックスを迎えます。進んでまいりたいと思います。次に林大隊長、フィッシャーマリダ殿よりご挨拶頂戴いたします。マリダ、お疲れ様です。お疲れ様です。6年生にとっての最後の晴れ舞台、とても楽しめて真剣に叩けたので最後の思い出ができました。10年中断した祭りは技術の継承などで復活が難しいと言われています。しかしここには古いしきたりにとらわれず、新しい人とのつながりに光を見出した祭りがあります。開かれた祭り、未来の希望につながっていきます。